皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちら100円ショップで買った iPhone 用ライトニングケーブル動作検証していきたいと思います。この間100円ショップキャンドゥに買い物に行ったところ、たまたまねこちらの iPhone 用のライトニングケーブルを発見しました。こちらのライトニングケーブル iPhone6、iPhone6Plus、iPhone5、iPhone5S、iPhone5C、iPad Touch 第5世代、iPod 7第7世代で使えるということです。後ろにね、書いてあるんですけども、こちらの黄色いところですね。iOS8.4 で動作確認済みということで、今後のアップデート等で、ね、使えなくなる可能性があるということです。今回僕がね家族から借りた iPhone5S の方 iOS がねなんとね iOS9.1 ということでね最新の iOS になっていました。こちらのケーブル iOS8.4 でね動作検証済みらしいんですけども、今回使えるのか気になります。それでは今回使用する機器を説明したいと思います。まずはこちら iPhone5S、 続いて使用するケーブルはアップル純正のライトニングケーブル、分かりやすいように正規品とシールを貼ってあります。以前100円ショップで購入した非純正品のライトニングケーブル、こちらは今使えません。で今回買ったこちらライトニングケーブルです。では早速開けたいと思います。はい、ケーブルこんな感じですね。はい、こんな感じ。片面でしか充電できないようです。こちらにも書いてありますね、片面接触タイプということです。それでは正規品から充電していきたいと思います。今回こちらのねチェッカーを使って何アンペア出てるか確認できるようにしました。それではねまずこちら正規品純正品を使っていきたいと思います。そしてiPhone に挿します。はい、 5.1V の、はい、1アンペアぐらいね出てますね。はい、やっぱり正規品ちゃんと充電できます。続いて以前100円ショップで買った非純正品のねライトニングケーブル、今こちら使えないんですけども、一応使えないことの確認をしたいと思います。はい、挿してと、で、iPhone の方に挿します。はい、バイブとか鳴ったりしません。はい、5.1A で、はい、0mV、0mA。はい、全くね、充電ができていないのがわかると思います。それでは肝心の、今回100円ショップキャンドゥで購入したこちらのライトニングケーブル、試してみたいと思います。はい、こちら、8.4 で、iOS8.4 で動作確認済みということなんですけども、今回僕の家族から借りたね、iPhone5S は 9.1 です。充電できるでしょうか？はい、バイブが鳴っての、はい、アンペア、0.9A、0.8A、はい、0.88A。はい、充電できている感じですね。純正品のものに比べて 0.1A ほどね、出てる電流の方が少ないんですけども、一応充電はできるようです。ということで、今回100円ショップキャンドゥの方で買った iPhone 充電用ライトニングケーブルの動作検証を行ってきました。今回、はい、検証に用いたケーブルは Apple 純正品、非純正品、今回100円ショップキャンドゥで買ったライトニングケーブルの3本です。もちろん、アップル純正品のライトニングケーブルは 1mA 出ていて完全にね、充電ができている感じです。非純正品は 0A ということでね、全く充電ができませんでした。そして肝心の今回100円ショップで買ったライトニングケーブルは、はい、0.9A ということでね、なかなか普通に充電できている感じです。ただし、こちらのライトニングケーブル、パッケージ正面にも書いてあるんですけども、片面接触タイプということで、はい、接触ね、充電できる面が決まっているので、僕もなんですけども、こう、ね、どっちが充電できるのか分からずに、こう、ね、2回ほど試してしまいました。また、最初の1回、接触が悪かったのか、充電ができませんでした。
今回ね、動画では充電できてるシーンをお伝えしたんですけども、はい、その後で何度挿しても普通に充電できたので、ちょっとだけね、接触の問題があるのかもしれません。また、こちらのライトニングケーブル、公式では iOS8.4 で動作検証済みなんですけども、今回僕はね、iPhone 5S の iOS9.1 で動作を確認しました。今後ね、iOS のバージョンが上がっちゃうと使えなくなるんですけども、当面使うのには十分な品質なんじゃないかなと思います。ではね、パッケージ詳しく見ていきたいと思います。パッケージはこのような感じになっています。はい。長さがね、0.6 メートルということなので、ちょっと短いんですけども、うん。まあ、普通の長さじゃないかと思います。で、こちら作っているのが山田科学株式会社ということでね。はい、山田科学株式会社。はい、ということでね、こちらのライトニングケーブル。当面使いたい方は買ってはいかがでしょうか。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。